いただきます。はい、今日は2人で司会をさせていただきます。私は小宮山社長と申します。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。そしてピーツラボというバンドがやっております、吉村です。よろしくお願いします。2人で、ね、楽しく進めていけたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、早すぎる、よけ喋ってね会長3分ということは5分やな、それでは第20回フォーエバーホークイン宇治開会にあたりまして、宇治市フォークソング愛好会会長の畑野よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いいたします。どうぞ真ん中へ。はい、おはようございます。昨日もね、寒さがありまして寒かったんです。今日は、おかげで快晴になりましてですね、第20回のですね、フォーエバーホークを無事迎えることができました。これもね、こうしてご来場いただいている皆さんのね、おかげだというふうに、いつも感謝しておりますけれども、もうほとんどね、歴史については司会の方から説明させていただきましたので、少しですね、宇治市フォークソング愛好会がどういう活動をしているかというちょっと案内だけをさせていただきたいと思いますけども、宇治市の委託事業でですね、このコンサートも始まったわけですけども、2015年からですね、約9年間、今までの出演者とかスタッフが集まってですね、引き継いでいこうということでこのコンサートを開始したわけですけども、あと愛好会としては8回ですね、1回コロナでですね中止してますけども、8回続いていると、で今回が20回目に迎えてという記念の大会じゃない、コンサートにもなりますけども、ね、皆さん、支援していただいて応援していただいてですね、ここまで続けられることができたらね、本当に感謝しておりますけども、ほんで、フォークソング愛好会は毎月、年間通してですね、毎月、今、宇治の牧島コミュニティセンターでですね、月1回ですね、会員の方と、それ以外のね、会員以外の方も集まっていただいて、ギターを持ち寄っていただいてですね、みんな和気あいあいと楽しく、演奏活動ですね、来演しておりますし、それとあとどこの対話をですね、で、春秋ですね、年3回程度ですね、野外のね、ライブを開催している、まあ、日曜はそういう活動ですね、会員の方は40歳以上ね、ほぼ40歳以上の方が男女が集まっていただいてですね、参加していただいてですね、今約愛好会で65名の方が参加して楽しく音楽活動を続けさせていただいているという今現状であります。まあ、でここがですね、やっぱりみんな日常活動をしている中で、ここがやっぱり、学校でいうと発表会とかみたいですね、年に1回今まで開催してきていますけども、そういうなんで、まあ、宇治を、ね、音楽で、元気にしようということもありまして、まあ、シニアの方がほとんど、ね、出かける機会もありません。こういう会をですね、長く続けていきたいなというふうに会には思っています。以上、あとは具体的にはコロナ禍でまたね、いっぺんギターを触ってみようという方がおられましたら、ここのパンフレットにですね、下に QR コードとか、今年は QR コードをつけてますね、ホームページ見られる方は検索していただくとですね、加入の関係とかどういう活動をしているかという具体的な活動については分かっていただけるというふうに思っています。以上、簡単ですけどですね、宇治のフォークソング愛好会についてのですね、簡単な活動の説明をさせていただきましたけども、あと、これについてはですね、公園で毎年宇治市福祉サービス公社ですね、私らもそろそろお世話にならんといけない、宇治市福祉サービス公社の毎年講演をいただいてですね、他バンドさんも約今20バンドぐらいですかね、おられますんで、そういうなんで地域のね、
お行事とかにも呼んでいただいたりしていますので、ぜひともですね、興味のある方はぜひ、参加していただきたいというふうに思っています。まあ、以上簡単な説明ですけども、今後ともですね、宇治市フォークソング愛好会並びに公園のですね、宇治市福祉サービス公社にですね、ご支援ご協力をお願いしてですね、簡単ではありますけども、このコンサートの開催の挨拶させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。それでは本日このホールにつきまして少しだけ注意事項お願い事を申し上げたいと思います。まずお手持ちのスマホ、こちらの方はマナーモードか電源を切っていただくということでね、演者の方に音が響かないようにご協力をお願いいたします。また電気系統の機械を使っております。この館内、特にこの第1ホールは飲食厳禁ということになっておりますので、飲食される場合は恐れ入りますが、ロビーの方にお運びいただきますようお願い申し上げます。本日お昼休憩、それから午後の休憩2回設けております。もうグッズの販売はしておりませんが、どうぞロビーをご利用になって少しゆっくりしていただいて、また第2ホールの方お部屋開けておりますのでね、休憩していただけるかと思います。どうぞご自由にお使いくださいませ。それでは、ね、ずっと立ったままでごめんなさいね。もうあと2分すれば演奏が始められるということで、最初のバンドから、ご紹介していきます。それでは志村さんお願いいたします。